はい、上野養魚場さんの昭和2歳メスサイズ49センチです。お願いします。はい、この鯉も結構ですね、サイズはまだ49センチですけども、体型もスラッとしてこう伸びそうな格好をしてますし、あと紅質とかですね、ここの辺のやっぱこう紅のツヤなんかもいいですし、炭はですねまだこう決まってない部分は多いですけども、こう肩からずっとこう後半にこうかけて入ってるんで、結構面白い鯉に迫力のある昭和になってくれるんじゃないかなと思います。はい、白地も非常にいい鯉ですね。そうですね、やっぱり結構ですね、白地なんかのこう良さもありますし、こういう鯉はですね、炭なんかもこう出てきたら際立つんじゃないのかなと思います。はい、それでは横の方もお願いします。はい、こうやって見てもらうと頭の方もですね、まだこう炭が出てきそうですし、この辺の口炭からこう頭と出てきたらですね、またこう鯉の印象が変わるんじゃないかなと思います。そうですね、頭の方にも炭持ってますしね。そうですね、ここもちょっと見にくかったですね。はい、こちらもこんな感じで炭持ってます、うん、体も長い炭ですし、結構こう縦鯉にしてみても面白いかなと思います。はい、いかがでしょうか。はい、上野養魚場さんの昭和、2歳メスサイズが49センチです。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。